はい、どうも皆さんお元気でしょうか。メインです。ではね、今日もね、ポンポンチャレンジやっていきたいと思います。はい、なんですかね、今日もね、日勤でした。で、今日からなんですけど、キャベツのさ、100円のあるじゃん、ちっちゃいの、あれのね、ちょっと大きいやつがね、200円でスーパーで売ってて、ちょそれをね、今日からできるだけね、1日に1個は食べるようにしようかなと思ってます。なんかね、最近肉とかさ、そればっか食べてるから。そう、この間も焼肉行ったんですけど、食べ放題5000円で A5 ランクの肉を食べ放題なんだよね。なのでもう最初に出てくる肉からこんぐらい厚かったから、それでかさもさ、こんなぐらいあったのよ。でね、全部食べるとほんと溶けるんだよね。でね、何が何なのか分かんない、全部同じようにね思えちゃうぐらい全部の肉がね柔らかかったです。唯一タン、そう、牛タンだけはね分かりましたけど、他はね全然もうなんか大きさだけ全部違ってて柔らかいだけみたいな感じでした。でも、ね、すんごい美味しかったです。はい、まあだからね、ちょっと今日からキャベツをね食べるようにしていきたいと思います。間で寝てるんでね、写真撮ります。はい、では筋トレしていきます。はい、だね、筋トレ終わりました。ではね、明日ね、休みなんで、明日ね、走りたいと思います。はい、では今日も一日頑張りましょう。バイバイ。